皆さんこんにちは、トロピカチャンネルへようこそ。今回は本題に入る前にお知らせです。もうお気づきの方もいらっしゃるかとは思いますが、この度トロピカチャンネルチャンネル登録者数5000人を達成しました。トロピカチャンネル、ウェブメディアトロピカ、そして東京アクアガーデンをいつも応援してくださって本当に本当にありがとうございます。嬉しいコメントも厳しいコメントも全て拝読しております。これからもさらに皆様の力をお借りして、どんどん新しいことにチャレンジしていきたいと思っています。もっともっと有益な情報を正確に分かりやすくお伝えできるよう、チャンネル登録者数10万人を目指してさらに精進します。引き続き応援よろしくお願いします。はい、ということで、さてそれでは本題に移ります。今回は流木の正しいアク抜き方法を5つ紹介、流木はアク抜きが必要ですというテーマでお話ししていきたいと思います。トロピカチャンネルでは毎日動画を更新しています。チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。またこの動画の内容をさらに詳しく解説した記事は、月間220万 PV を誇るウェブメディアトロピカをぜひチェックしてみてください。熱帯魚水槽のレイアウトには流木は欠かすことのできないアイテムです。しかし買ってきたばかりの流木はアクが出て水中ににじみ出てしまいます。このアクが飼育水を黄ばませてしまうのです。そんな厄介なアクの抜き方を5つご紹介していきます。こちらです。1. 流木をこする。 2. 流木を水に浸す。 3. 流木を鍋などで煮沸する。 4. アク抜き剤や重曹を使用する。 5. 活性炭を使用する。おそらくアクアリストの皆様なら一度は聞いたことのある方法なのではないかなと思います。しかしそれぞれの方法についてプロならではのコツもありますので、一つずつ解説していきます。また動画の後半ではアクの正体、アク抜きの必要性やプロ直伝のアク抜きテクニックを解説します。それでは一つずつ解説していきましょう。流木のアク抜き方法1、流木をこする。まずはどんな流木に対してもこすり洗いが必要です。水槽に何か物を入れる場合は、表面についた汚れなどを除去しておくのは基本だと思います。中には表面がボロボロで水に浸したらゴミがたくさん待ってしまうような流木もあります。腐ったり剥がれ落ちたりしやすい流木の表皮もある程度取り除いてしまうことをお勧めします。表皮のように凹凸が多く多孔質な部分は体積あたりの表面積が大きいのでアクが発生しやすいです。入念に落とすようにしましょう。流木のアク抜き方法2、流木を水に浸す。読んで字のごとく、流木を水に浸してください。流木が完全に浸かる程度に水を張った容器や水槽に流木を長時間沈めておくだけです。アクが出て水が茶色くなってきたら時々水を取り替えましょう。簡単な作業ではありますが、アクが抜け切るには非常に時間がかかります。この方法ならば最低でも1ヶ月はアク抜きが必要になるでしょう。大きな流木サイズとなると何ヶ月もかかることもありますので、気長に待てる人や特に急いでいない人向けの方法です。中には空気が含まれており、水上に浮いてきてしまう流木もあるので、重たい石などで浮いてこないようにしましょう。しばらく放置すると自然に空気が抜けて沈んでくれます。流木のアク抜き方法3、流木を鍋などで煮沸する。水ではなくお湯を使ってアク抜きをする方法です。鍋に流木が浸かる程度に水を張り、沸騰させて煮込みます。水が茶色くなったら水を変えて再び煮込みます。これを水が茶色く色づかなくなるまで繰り返します。とは言っても完全に水が透明になるまで煮沸するのは非常に難しいので、お湯ではアクが出るけれども水では出ないというレベルまで落とすことがポイントです。この方法のメリットは、水につけておくよりも素早くアクが抜けることです。逆にデメリットは、鍋に入るサイズの流木にしか使えない、鍋が汚れる、光熱費がかかるなどです。よく聞くスタンダードな方法の一つではありますが、面倒な方法でもあります。アク抜き方法4、アク抜き剤や重曹を使用する。水やお湯に流木をつける際に、
市販されている流木のアク抜き剤を使うとより早くアクを抜くことができます。しかし流木のアク抜き剤の成分はほぼ重曹ということが分かっているので、わざわざアク抜き剤を買わなくても安価な重曹で代用が可能です。重曹やアク抜き剤を使用した流木は水槽に入れる前によく洗浄してから使うようにしましょう。アク抜き方法5、活性炭を使用する。この方法はざっくり言えば飼育水槽でアク抜きをするということです。流木から水槽へ溶け出てくるアクを活性炭などの吸着効果を使って取り除きます。アクアリウム用品の活性炭にはいろいろな商品がありますが、中でも私たちが愛用しているのは強林のブラックホールという商品です。とても性能が高く、水をクリアにする能力はダントツです。以上、アク抜き方法を5つご紹介しました。水槽を黄色だったり茶色っぽく濁らせてしまう厄介なアクですが、そもそもアクとは何なのでしょうか。アクの正体についても触れておきましょう。アクとは言いますが、そもそも流木のアクとは何なのか、きっちり理解している人は少ないのではないでしょうか。流木のアクと呼ばれている成分は、主にタンニン、フミン酸、フルボ酸などの腐食酸と呼ばれる物質です。ごく一般的なアクアリウムでは、流木を水槽に入れる際にはアク抜きが必ず必要です。実は採取してきたり買ってきたりした流木はどの種類も多かれ少なかれ飼育水を茶色く色づかせてしまいます。多くの方は水槽を設置するのであれば、きれいにレイアウトをして透き通るような透明な水の中に鮮やかな魚たちを泳がせたいと考えていることでしょう。ピカピカの水を泳ぐ熱帯魚の姿こそがアクアリウムの醍醐味です。そのため流木に含まれていて、見た目でそのようなマイナス効果を発揮するものを総称してアクと呼んで取り除こうとしているというわけです。アクの正体が分かったところで、続いてアクは実際にどんな物質でどんな効果をもたらすのかを解説していこうと思います。先ほど述べたように、アクはタンニン、フミン酸、フルボ酸などの腐食酸と呼ばれる物質です。この腐食酸は水を黄ばませるだけではなく、水質を酸性の軟水に傾ける効果があります。しかしアクは直接生態に害があるというわけではありません。 pH が傾き、間接的に生態がダメージを受ける可能性は考えられますが、生態に深刻なダメージを与えるほど酸性にするというわけではないので、きちんと水替えなどのメンテナンスができていれば直ちに問題にはならないでしょう。しかし先ほどからお伝えしているように、黄ばんだ水はやっぱり嫌です。水の濁りはアクアリストの天敵です。そこで流木を水槽に入れても黄ばまないようにする処理がアク抜きというわけです。そんなアク抜きですが、プロの必殺技とも言える方法があります。それは1、流木をこする、4、アク抜き剤や重曹を使用する、この1と4の合わせ技です。流木をしっかりとブラッシングし、アク抜き剤を使用することで、より素早くアクが抜け、短時間で水槽内で使用できる状態になります。もちろん他の方法の組み合わせでもアクは抜けますが、私たちプロは普段この組み合わせでアク抜き作業を行っております。様々な方法を試しましたが、一番効率よく抜ける方法です。本当に急いでる際にはこれに3、煮沸するを組み合わせても有効ですが、かなり作業に手間がかかるのと、鍋が流木煮沸以外に使えなくなってしまうので要注意です。また重ねてのご案内にはなりますが、水槽を投入する前にはしっかりアク抜き剤を流水で落としましょう。ということで、いかがでしたでしょうか。今日のお話をまとめるとこんな感じです。流木のアクを抜く方法はこの5つ。1、流木をこする。2、流木を水に浸す。3、流木を鍋などで煮沸する。4、アク抜き剤や重曹を使用する。5、活性炭を使用する。そして効果的なアク抜き方法は1、流木をこすると4、アク抜き剤や重曹を使用するを組み合わせる方法です。アクの正体は流木に含まれる腐食酸という物質で、生態に直接の影響はありませんが、 pH を低下させる作用があります。流木のアク抜きにも様々な方法があり、それぞれメリットデメリットがあり、用途に合った方法を試してみてください。
やはり水槽の水が透明な方がお魚もきれいに生え、気分も良くなります。お部屋の雰囲気も明るくなると思いますので、この方法をぜひ試してみてください。トロピカチャンネルではアクアリウムに関する情報やテクニックを毎日発信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。この動画が皆様の素敵なアクアリウムライフの手助けになれば幸いです。次回の動画もお楽しみに。